ございます。秘策の日、このイベントの第2部は、こんな感じでコンサート仕立てで、お届けしたいというふうに、思っております。この秘策の日というのはですね、この高田博厚の没後30周年ということを記念して、この東松山ので、行われているこのイベントで、今公演第一部公演だったわけですけど、その後どうしてこうコンサートをしてみようと、思ったかと言いますと、私たち音楽、そして、今目の前には入り口のところに、かかっていた、まほろばに宿るという、絵なんですけれど、この、音楽と絵画という形で、高田博厚の彫刻の世界に迫ってみたいというふうに、思ったわけなんです。彫刻の世界に音楽や絵っていう、違うジャンルで迫るっていうのは、一見ちょっと無茶な話のようにも聞こえますけれど、無茶なんですけれど、彫刻というものに対して同じジャンルでこう、迫るっていうのももちろんすごく重要な道だと思うんですけれど、一つの表現に対して別の視点とか、別の立場から、捉え返しにて、もう一回表現してみたらまた別の世界が広がるんじゃないか、そのようなシンプルなことではあるんですけど、ことを考えまして、私たち今日この日に、備えまして、7つの音楽を用意してきましたので、お付き合いくださいましたらありがたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。演奏者の紹介を、させていただきたいと思います。じゃあバイオリン、渡辺健二さんです。朗読と声、妻沼純子さんです。チェロ、井村かなえさんです。そして、この絵を、制作、この試作の日のイベントのために制作くださいました日本画家の、石原舞さん、今、お客席の方にいらっしゃると思うんですが、石原舞さん、よろしくお願い、ちょっとお立ちくださいますか。すいません、石原舞さん、ピアノは高橋大でお届けします。お付き合いください。では早速、この1曲目はこの「まほろばに宿る」というこの絵のテーマで、音楽を即興風に、演奏してみました。まほろばというのはですね、本当にいい場所という意味の古語だそうです。試作の日というテーマに、関わって試作をしたり、あるいは今日、浅見先生から指で試作するという、お話がありましたけど、そのような試作の場所のようなイメージで、音楽をお届けしました。2曲目はですね、また高田博厚に、縁の深い一人の詩人をご紹介したいと思います。お手元のですね、パンフレットにもあるのですが、高橋元吉という、群馬県の詩人がおります。1893年生まれ、1965年に亡くなっていますから、博厚さんよりも少し年上のこの群馬県の詩人、一生ほとんど本屋さん、書店の、経営者として、過ごした人物なんですけど、実は高田博厚と非常に、深い、信仰、そんなしょっちゅうあったわけじゃないんですけどね。博厚さんはフランスにいて、彼は群馬で本屋さん の店長をやってたわけですから、本当にたまにしか会わなかったんですけれど、フランスに、高田博厚さんがいた時にも、この高橋元吉が送っていた、この、いろんなこう掛け軸とかが、非常に大切にしていたという、そういう、エピソードもあります。なんかちょっと色がちょっと赤くなってしまってますけれど、この2曲目はこの高橋元吉という、高橋元吉とこの高田博厚の友情を記念して、この高橋元吉の詩から「ああ空遠く」という詩をテーマにした、音楽をお届けしたいと思います。じゃあお聴きください。「ああ空遠く」です。ああ空遠く、
高橋元吉。ああ空遠く、流れ去る川のごときものあり。水をかすめつつ、飛びゆく鳥のごときものあり。Thank you.
ました、ああ空遠く高橋元騎士の詩と、この高橋元騎士のこれは、高田博敦による彫刻なんですけれどのコラボレーションで、お届けしてみました。では、続けてもう一曲、この高橋元吉という、詩人の詩をテーマにした、音楽をお届けしてみたいと思います。パンフレットにあります、幻の海という曲になります。幻の海は、ちょうどこの高橋元吉が30歳ぐらいの頃の作品で、ちょうどこの高田博敦さんと出会った頃に書いた、まあ、いわゆる青年期の頃、青年時代のこの詩になります。この幻の海という、まあ、非常に夜とか波とかそういうようなテーマの詩なんですけど、その世界を、また音楽でお届けしてみたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、では3曲目は幻の海、高橋元吉の詩による、そして、高田博敦の彫刻による、幻の海をお聴きください。幻の海、高橋元吉。
岸に金色の余波が打ち寄せてくるのだ。という詩人から2つの作品を、音楽でお届けしましたが、続きましては、少し人をまた変えて、西田喜太郎の、文章に沿った、作品を、お届けしたいと思います。人を変えたというふうに、まあ、簡単に言ってしまいますけれど、いわばこの彫刻家の広松さんの目から見ると、まあ、元吉という人が、まあ、高橋元吉という人がこういう存在であったというふうに、ま
彼が見るわけですけど、その目をいわば西田喜多郎という人物に向け返すわけですね。そういうわけで、まあ、広篤さんという人が見た、見るものがまたちょっと、あれですね、ちょっと日本語が完全に混乱してしまいまして大変失礼しまいましたけれど、広篤さんという人が見たまた別の、人物の世界というふうになりますでしょうか。第1部では、浅見先生から西田喜多郎の、ことについても、少しお話がありましたけれど、この次の4曲目に、お届けするのは、題名は人は死んだものはっていう、題名がついているものです。この人は死んだものはというのは実はこの西田喜多郎の文章ではあるんですけど、西田喜多郎自身がつけた、タイトルではありません。今回便宜的にこのコンサートのために私がつけたタイトルなんですけど、もともとは、国文学史講話の序という、まあ、そういう文章から取られています。実はその、まあ、西田喜多郎という人は非常に自分の大事な子供というものを早く亡くすというすごい痛手の経験があって、愛している人とこう死別してしまうという経験は一体何なんだろうかということを非常にテーマとした、哲学者です。そういう意味では、これからお届けするこの人は死んだものはというものも、まあ、いわば死者と今生きている人というものの間にどういったこう思いの交流があるのかといったことが、まあ、大きなテーマになるような気が私は、しています。そしてもちろん西田喜多郎さんももう亡くなっていますし、広篤さんも、もちろん亡くなっているわけですけど、ある意味このイベントもこう亡くなっている人っていうものの存在っていうものを思い起こして、また新しい時代の解釈というそういうようなことで、この、死者というものと今生きている私たちというものがどんなふうにこうつながれるかというようなことが、まあ、一つのテーマになるかというふうに私は思っています。それではよろしいでしょうか。西田喜多郎の、人は死んだものはという、世界、高田博厚の彫刻を通した世界を音楽でお届けしたいと思います。お聴きください。死んだものはいかに言っても帰らぬから、諦めよう、忘れようと言う。しかし親にとってはこれが耐え難き苦痛である。時はすべての傷を癒すというのは自然の恵みであって、一方より見れば大切なことかもしらぬが、一方より見れば人間の不眠症である。何とかして忘れたくない。何か記念をしてやりたい。せめて我が一生だけは思い出してやりたいというのが親のまことである。
者に対しての心尽くしである。この悲しみは苦痛といえば苦痛であろう。しかし親はこの苦痛の去ることを欲せぬのである。また最後の曲で、出てきていただきますので、一旦ここでお願いします。また後でここから、2曲ばかりはこの3人でお届けしたいと思います。次の、人物を紹介、いたしたいと思います。次の人物は
今スクリーンに映った、高村光太郎ですね。室町さんのお話でこの高村光太郎と、高田博敦の、親密さということが一つお話になっていたと思いますが、この高村光太郎に当てて、まあ、高田博敦さんが書いた、まあ、手紙のような形を書いた文章があります。人間の風景という、本の中に出てくる文章です。まあ、人間の風景というのは、当たり前のように見れば当たり前の本に読みますけど、まあ、よく見ると人間の風景ですから、非常にちょっと面白い回答だなというふうに思いますけど、この人間の風景の一コマである、まあ、高村光太郎との思い出を、まあ、親密に語った文章を、素材、文章を、使った、まあ、音楽を次に、お届けしたいと思います。なんか喋る、そうですね、高村光太郎という人は皆さん知恵古書でよくご存知の名前なんじゃないかなっていうふうに私は思ってるんですが、どうですか？はい、ご賛同いただけた、方もいらっしゃるようですが、なんか私この回のお話を身近なお友達とかにすると、高村光太郎どうして彫刻家と仲良しなのみたいな、声を聞くことが本当に多くて、で、光太郎ってそうじゃないんだよ、実はまあ、もちろん詩も書いてて知恵古書とても有名なんですが、本業は彫刻家で、彫刻の作品をとても多く残して、真摯に自分の表現をするために、山にこもったり、ヤギを飼って生活の糧を得ながら、芸術を作ったりと、ずっと、彫刻家として活動していた方です。いろいろ話すと長くなるけど、まあ、彫刻家であるっていうことを心に留めて、次の作品を聞いていただければなと思います。では高村光太郎参りましょう。はい、よろしくお願いします。高村光太郎へ。高田博敦。高村光太郎へ。お別れしてから20年の間に、数えるほどしか頼りをしなかった。武将からではなくて、東洋人的なもっと奥の気持ちが働いていたようだ。ずいぶん前にあなたが私のことを書かれて、こうして書いていると会って話したくなる。やっぱりパリは遠いなと言っておられたのを遅れて読んだ時、私は一層安心した。私もようやく50歳になり、これから何とか仕事ができるかと思っている時、あなたに育てられた私の若い時代が、予想もできなかったような意味を持ってよみがえってくる。15、6も年下の私を、あなたは同輩の友情を持って迎えてくれた。
19の年にあなたを知って10年、私たちは親友だった。している仕事にあなたは気づいていても、私には一言も言わなかった。それから私がフランスへ来てからの年月は、あなたが私を迎えてくれたそれのもう2倍になる。アトリエは挑発されてしまい、もう5年、私は彫刻をできないでいる。数年をかけて作っていた十数点の作品は、不在中崩れ落ちてしまった。この年齢になり、しみじみと感じ、そして多分あなたにだけ言いたいことがある。なぜならあなたは子供の時から職人のように叩き上げた人だから。それなのに私があの頃の日本の興奮した熱情で文学も音楽も美術もいっぺんに殺到した頃目を覚ましたものだから、あなたと二人、雪の降る冬の夜、あなたのアトリエで、不完全極まる蓄音機でベートーベンの第5を聞いたのを忘れない。その後30年、世界のあらゆる名詞を聞いている私にも、あれが最上の演奏である。この徒弟時代を全く持っていない腕の緻密さの欠乏を、この年齢になって私はつくづくと感じる。ロダンやブールデル、バイオルを私は正しく理解しているであろう。30年の彫刻の道で私は彼らを誠実にたどり教わってきた。死ぬからにはこの不自由さを満たすため、もう一度本当の初歩から始めなければならないのか。これは腕の修練ではなかった。
は新しく歩み出せる。次の人物を、ご紹介したいと思います。次の人物はロマン・ロランです。このロマン・ロランと、高田博厚の間の、まあ、交流やつながりというものは、まあ、多分に伝説になった部分というものが非常に大きかっただけれど、先ほどの高橋厚先生の、まあお話や発見によってすごく意外な、まあ事実っていうものがロマン・ロランの日記や書簡から出てきたという、お話があったと思います。先ほどはロランから博厚さんへの手紙、の紹介がありましたけれど、こちらの方では、ロランの日記が、やはりその、パリの、古文書図書館の中に、まあ、あったということで、その、ロマン・ロランが、まあ、誰にも見せることなく書いた日記というものを、高橋先生が、日本語に訳してくださったものを、まあ、テキストにして今日はお届けしようかなというふうに、準備してまいりました。時はですね、1931年そして32年です。だから博厚さんがフランスに渡ってすぐですね。彼は31歳32歳の頃、ロマン・ロランは、もう60近いかな、もうもちろんジャン・クリストフとかが、出てからもう20年以上経っているから、もうフランスの中でも非常に、まあ、大きな作家であったと同時に、その、第一次世界大戦に対してどうやってこう非暴力や平和というものを貫くかということで、さまざまな、まあ、攻撃や非難を受けた、そのようなロマン・ロランというものが、高田博厚と初めて会った時のことを、まあ、日記に書いているということがあります。それを、音楽に乗せてお届けしようかなというふうに思います。何かありますかね。そうだ、はい、この日記が見つかったのは
古文書図書館じゃなくてフランス国立図書館でした。あ、フランス国立図書館、そうですね、失礼いたしました。じゃあこのロマン・ロラン日記を、演奏してみましょう。よろしくお願いします。ロマン・ロラン日記。1931年4月、高田との最初の出会いに触れて、彼は見せかけだけの旧式の彫刻家ではない。彼が見せた自分の作品の写真から判断する限り、妹も私も驚いたその作品の顔立ちはといえば、今やこの日本人たちはフランス、あるいは他のヨーロッパの人間といかに近いものになっているかと思わせる。我々にはわかる。とりわけそのフォルムがわかるのだ。抑えがたい新時代の息吹がその精神でもって、それぞれの種族人種が持つフォルムを浄化するのだ。初めて見る変わった若者
ございます、ロマンロラン日記を、お届けしました、それでは、マホロバに宿るという、一枚の絵から高橋元吉、西田喜太郎、高村光太郎、そしてロマンロランというふうに、日本とフランスをつないで、まあ、人物のいわば風景というものをたどってきたわけですけど、今日最後の曲を、お届けしたいと思います、最後の曲は、ジョルジュ・ルオーという画家、この人も非常に、高田博厚と親交があった人ですけど、このルオーをめぐって書かれた、博厚さんのテキストを題材にした曲で、最後お届けしたいと思います。じゃあもう一回、また賢治さんを、お招きしたいと思いますので、賢治さんよろしくお願いします。このパンフレットの、まあ、最後の方のページ「ルオーへ心の日」という、タイトルの、音楽を最後に、お届けしたいと思います、高田博厚が65歳の時に書いた「ルオー」という、まあ、本があります。その中の部分、2つの部分を抜き出して、まあ、作品にしてみました。ではお聴きください。ルオーへ心の日です。ルオーへ。本能的な私たちのこの感覚さえも、しかしあらかじめ自分独特の意味は持っていなかった。感覚が純粋であればあるだけ、その中に人類が経験したものを背負っているのであった。そして感覚する対象の自然や事物そのものが、生きてきた人間の面影と感情を持って私たちの前にある。私たちがものを感覚し感動するのが、自分においては極めて主観的であり、新しくあるのは自分の熱情がまだ何者ともわからない混沌から大いなる普遍への道に出発しようとする暗示なのである。私たちは初めからそれほど自分を知っていはしない。そして自分自身を知れというこの永遠な人間課題は、まだ分かりはしないこの普遍の節度に自分から迫り近づくほか解けないであろう。その秩序を自分のうちに見出し、作らなければならないであろう。
分に過ぎないこの章の中で、もし私があなたの芸術や障害を分析し総合して秩序の中に系統づけようとしたり、あるいはあなたの存在の秘密を解けるなどとしたら、どんなに自分を恥じることでしょう。あなたはかつてアンドレ・シュアレスに書かれました。生命の調和と秘密な音律、これが私たちのことなのだ。なぜそんなにしゃべり披露し喧嘩をすることがあるのだろう。絶え間ない批評に私たちの心や内部を引き裂かれることなしに、私たちが愛する作品を見守り、黙って愛することの良さ、いわゆる秩序なるものが光り輝くのは内部においてである。あなたよりずっと遅れて世に生まれてきて、私もまた幸福な運命によってあなたと同じ道に着きました。そして私はただ私のできる限りにおいてあなたに近づきたいのです。あなたが日ごと日ごとに神に近づかれるように、栄養の教室の山純子さん。
チェロ木村拓哉さん、平の石川さんちょっと来ていただけますでしょうか。この、今あの広瀬さんが映っていますけれど、この試作の日のための、絵画を作成くださいました日本画家のどうぞこの中に、拍手でお迎えください。石川真理さん、ピアノと3曲は高橋在也でした。第2部ありがとうございました。